足洗い置き場みたいな感じで、まあワンちゃんは一応入ってくる前には足を洗ってここで水をためて足洗って入場していただきたいので室内に。でこれで水ためて外水道もありますので、それか中の水道でも大丈夫だから、そこで水入れて、でまあちょっと足洗ってこういうタオルで拭いて、で室内に入るっていう感じでお願いします。でこれはちょっと大きいので一応畳めますので、もし邪魔になった場合はこう、ちっちゃくなるから、まあ、ちょっと端の方に置いておいてください。基本的にこれはあの玄関の入り口に置いてありますので、あの入室前にご使用ください。で次ゴミ箱いきます。これがワンちゃん用の、ゴミ箱です。同じく玄関の場所に置いておきますので、あのお散歩帰りですとかそういう時にこちらのおむつ箱に入れてあげてください。次がおトイレ。もし室内でおしっことかされちゃう場合はこちらでご利用ください。一応おむつと替えのシーツもいくつか用意していますので、はい、どういうのかな、ご利用いただければと思います。あとはご飯をね、よいしょ、ご飯が食べられる、お皿を用意しております。これは今一番高さが高くなってるんですけれども、ですね、これを抜いてあげて、そうすると高さ調整ができるので、小さいワンちゃんはこう下の方で入れてご飯をとかお水飲んでいただくといいかもしれないですね。必ずこれを入れ忘れないようにしていただければと思います。で最後に、お散歩バッグと消臭スプレー、一応コロコロも用意してます、まあ、マーキングですとか何かあった時にお使いいただければと思います。一応お散歩バッグもご用意していて、ここにはビニール袋が入ってますので、おむつ入れにもしお散歩中使うことがあればご利用ください。あとはこういうペットボトルの先にくっつけるのもありますので、まあ、ご利用いただければと思います。そんな感じかな、以上です。あ、これもあった、すいません。とワンちゃんのウェットティッシュ、お口、手足、お尻を、もし機会があればこちらもご利用ください。